体は本当に気をつけてね。思わしい仕事がなかったり嫌なことがあったりしたらすぐ帰ってくるんだよ。本当だよ。東京になんか長くいようとするのは間違いのもとなんだからね。いい人ばかり嫌しないんだから気をつけてな。ええ、大丈夫よ。気をつけてしっかりやるわ。お千代さん、どこ行くんだね。東京へ出て働きたいというもんでね。いい働き口でもあったのかね。何、まだ決まったというわけじゃないんだけど、そら、村井のお久さんが東京へ出て働いてましょ。あの子と仲良しだったもんだから、頼っていくと言うんですよ。丸の内の大きな会社へ勤めてんのよ。そうかね。ああ、来たよだね。そうですね。来たわ。じゃあ、お父さんもお母さんも達者で。気をつけるんだよ。気をつけてくれ。兄さんによろしくね。
ちょっとお尋ねしますが、この辺で岡田さんとおっしゃるってご存知ありませんか？岡田って、このうちも岡田って言うんですけど。岡田なんて言うの？それよくわからないんですけど、そのうちにいる村井久子って方を訪ねてきたんです。村井久子？知らないね。どうもありがとうございました。あ、ちょっと待って、聞いてあげるからちょっと待ってらっしゃい。しげちゃん。何？あんた村井久子ってんじゃなかったの？どうしたの？村井久子さんならごめんかいよ。あら、そう。誰？まあ、ひよちゃん、ひよちゃん、こんなところにいるんだよ。びっくりしたでしょ。ずいぶん突然出てきたのね。びっくりさせようと思って知らせないで来ちゃったんだけど。そう、とにかくゆっくり話しましょう。預かっとくわ。ちょっと待ってね。誰なの？田舎のお友達。あのね、すまないけど50銭貸してよ。うちもあんたにも内緒にして悪いと思ったんだけど、女給なんかなるつもりはなかったのよ。でも田舎から出てきておいそれといい仕事なんか見つからしなかったわ。ずいぶん探し歩いたんだけど。仕事ってそんなにないもんなの？田舎から出てきた人間なんかわざわざ使わなくたって、東京で働きたくて困った人間がうじゃうじゃいるんだからね。そう？ダメね、こうなったら。食べなきゃ困るし、一時しのぎにこんなことするようになったけど抜けられないのね。女給さんってお金になるの？ならいいんだけど、惨めなもの。でもおかげさまでいろんなこと知ったわ。ずいぶん変わったでしょ。しゅうちゃんなんか田舎で早く結婚した方がいいと思うんだけど。でも私田舎は嫌なの。うちだって楽じゃないんだし、それに兄さんがお嫁さんでももらえばどうせ邪魔な人間になるんだし、同じ貧乏暮らしするなら東京でやっていきたいの。でもそんなに仕事がないんじゃ。まだがっかりすることないわ。まるっきり仕事がないってんじゃないんだから探してごらんなさいね。しばらく私んとこに泊まるといいわ。頼んであげるから。マダムってのね、お目かけで悪いいい人だわ。旦那は時々しか来ないの。想像しいかもしれないけど、ためになることもあってよ。
ったっけな。うちも大して景気のいい方じゃないけど、まあ、よかったら言ってごらんなさい。お願いします。ひげちゃん、今夜からこの人お願いしますよ。みんなに紹介してあげて。あら、そう。名前は？テルコって言います。じゃあ2階教えてあげて。はい。じゃあこっちへ。ひげちゃん、あんたのお客様は退屈してしない？お茶でもあがんなさいって言ってあげたらどう？これだと普通よ。友達の千代ちゃんです。テルコさんって今夜からここで働く方。どうぞよろしく。失礼します。下で遊んだといいわ。だって邪魔でしょ。構わないのよ、暇なんだもの。そう。下でレコードでも聴いてるといいわ。最高。ねえ、来てすぐあんな簡単に働けるの？慣れた人なのよ。私だって風呂手術の一つでどこ行くか分かんないわ。マダム、タバコ一つ貸して。退屈でしょ？いいえ。まったく嫌になっちゃうよ。こう不景気じゃ。本当にさ、たまにクリアしみったれたのばっかりだしさ。金富士ちゃん口説いたのよ。かわいそうだわ。嘘、富士ちゃんってあんなおとなしい顔してるけど、あれでなかなか腹黒いのよ。ねえ、富士ちゃん小川さんとはどうなんだろう。小川さんの方であんまり問題にしてないよ。小川さんってうちへ来るお客さんの中じゃ一番いい人ね。はあ、年寄りだっていいから金のあるやつ来ないかな。手玉に取っちゃうわよな。いつも手玉に取られちゃうんじゃないの？そうね、私やっぱり順調なのね。どうしてよ。ねえ、なかなかいい仕事したりはしないだろうね。失礼なんだし、おとなしいんだから何かあると思うんだけど。しばらくうちで働いてみるように勧めてみたら？ダメダメ、あの人にはとても向かないわ。お茶でもおあがんなさい。ありがとうございます。みんなに紹介してお願いします。テルコさん、今夜からお願いします。どうぞよろしく。サコさんにアヒコさん、どうぞよろしく。ちょっといつも来てるもんね。どこにいたのかしら。でマグマグしてたもんですから、今頃東京出てきたっていい仕事なんてありませんのね。そんなこともないけど。マダム、お会計願います。1円2銭。そう、山崎さんもう帰るの？ええ。スーピーちゃん、気をつけなくちゃダメよ。口説かれてるって言うじゃないの。よしてよ、あんなの。なんか言われたのかい？どっか温泉でも行かないかだって。バカにしているわ。それが小川さんならね。もち、すぐ OK よ。山崎さん、そんなこと言われに、うちじゃあんまり使わないね。でも、お金ずいぶん持ってるらしいのよ。うちでも少し使わせるようにしとくれよ。ええ。お店、山崎さんだけなの？ええ。今夜も私の番まで回ってくるかどうか。だって、まだ早いんだろ。ちゅうちゃん、すぐそばにお店が出てるのよ。一回りしてこない？ええ。いらっしゃいまし。いらっしゃい。さちゃんの番でしょ。お手玉が2つ来たわよ。甘いもの？コーヒーは2つくれないか。それからちょっと道ダウンすんだが、みんな向こう出てこない。
ちょっと先行ってくんな。ええ。いくらかない？ちっともないのよ。本当まるっきり不景気なんだもん。借りてくれよ。ダメよ、まだ前の借りたって返してやしないのよ。どうしたの？誰？ねえ、どうしたの？どうせいつかわかるんだから話しておかして。何？今のとこね、わかる？私が悪いのよ。騙されたわけじゃないの。私が悪いのよ。さあちゃんの。さあ、なんて言うかしら。何してる方なの？遊んでいるのさ。バカね。ダメね、こうなったら。真面目な仕事する気にもなれないし、今更田舎へだって帰りやしないし。しげちゃん、しげちゃん。なんだろう、お客さんかしら。私一人でわかるわ。気をつけてね。富士ちゃん、ちょっと買い物出たんだけど、もう帰るわよ。そうかい。いらっしゃい。富士ちゃん、どこ行ったんだろう。まだ帰ってこないのよ。私今日はなんだかとっても飲みたいの。お前さん、飲ましてよ。すぐ始まった。僕も今日は飲みたいんだ。みんなで飲もうよ。まあ素敵。嫌だよ、しげちゃん。また酔っ払っちゃうんだろ。大丈夫よ。私、ビールよくお腹が空いたから夕食の方がいいね。嫌になっちゃうよ、さちゃんったら。すぐ食い気だからね。悪かったわね。まだ色気だってあるんですからね。嫌だよ、さちゃん。姉さん、付き合わないかい？待ってきたの？今ね、あそこで怖かったわ。酔っ払いがからかうのよ。急いで逃げてきちゃった。そう。なんだったら先寝てなさい。構わないよ。ええ。
ーちゃん、しっかりしてよ。嫌になっちゃうね、本当に。さあ、さあ、ダメじゃないのさあ、ほら。どうだい？こんなんなんの知ってるくせに飲むんだから嫌になっちゃうよ。弱いんだよね。無茶するからよ。あ、私やりますか？そう？じゃあお願いします。さあ、こっちいらっしゃいよ。さあ。しょうがないね。ねえ、フジちゃん帰らないのかい？ええ。どうしたんだろうね。これフジちゃんのだけど、ろくなもの入ってやしないわ。帰らないつもりじゃないのかな。ねえ、フサちゃん。フジちゃん、山崎さんと一緒にどっか行っちゃったんじゃない？あら、酔っ払い聞いてたの？山崎さんと？そんなことはないだろう。わかんないわ。みんな利口なんだもの。マダム、もう看板でしょ？ああ、もうおしまいな。ごめんなさいね。とっても寂しかったもんだから。大丈夫？大丈夫。あら、あたし。小川さんのいたずらしてて持ってきちゃった。まだいるらしいからすまないけど持ってって返してきてくんね。ええ。あきちゃん、あきちゃん、あきちゃんたら、あんたもダメね。しっかりしなさいよ。ほら、さあ。ねえ、大丈夫？大丈夫。小川さんは今帰った？何これ。いいわよ、また来るわよ。何だったら持ってってあげてよ。まだそこいらにいるわ。これを、しげちゃんがお借りして忘れたんですけど。あ、ありがとう。苦しいんですの？すまないけど、水くれないか。そうなんです。あら、そう？あんた持ってってくれんの？すまないわね。ありがとう。君、なんてな？私、千代って言うんですけど、女給さんじゃないんです。ああ、それ悪かったな。ごめんなさい。でも、ここのうちの厄介になってるもんですから。そう。どうもありがとう。じゃあ、また会えますね。ありがとう。じゃあ、さよなら。
大丈夫よ、みんな食べちゃしないから。ねえ、しげちゃん、二日後には何がいいの？私とっても頭痛いわ。もう一度お酒飲むといいね。あ、そう？嘘よ。薬屋さんで聞いてごらんなさい。手さりな。これどうかしら？同じ目に若干目ったの。そうね、書いとくわ。なかなかないもんね。仕事はないけど、毎日真珠だの自殺だなんて随分出てるわね。若いサラリーマンと女給の真珠だって。そう、いろんなことがあんのね。いやだ、無理真珠よ。男がね、会社の金を使い込んだんですって。まあそう、好きな男とだったら真珠するのもいいけどね。あら、嫌だ。だって死ぬなんて嫌だわ。私、お互いに愛してたら貧乏だって幸福にやっていけると思うんだけど。そうばかりも言えないのよ。そうかしら。ついでだから洗いましょう。いいのよ、私するから。あ、時間なんだから洗ってもらおうか。みっちゃんなんかに比べるとふさちゃんなんかとても人がいいんだよ。騙されちゃ捨てられ、騙されちゃ捨てられ、随分してきたらしいんだけど、すぐまた惚れちゃうんだからね。いろんな人がいるもんだよ。ゆうべいなくなった富士ちゃんなんかまだ若いのにしっかりしたもんさ。でもみんな道楽でやったり好き好んでやってるわけじゃないんだろうけど、あきちゃんなんかにしてもかわいそうよ。今んとこ一番無邪気なんだけど、親がしきりに虫行ってくるらしいんだね。今にどうなるかわからないわ。私みたいな田舎者にはわかんないことばっかりだけど、なんだか怖いわ。そうよ。でも怖いうちがあなたは気をつけなくちゃいけなくてよ。ええ、男なんて正直なら育児がないし、頼りになると思えばずるいし。でも千代ちゃんなんかいい人見つけて早く結婚した方がいいと思うわ。私結婚するんだったらどんな貧乏だっていいわ。地味に円満にやっていける人だったら。はあ、苦しい。どうしたの？尺に触ったからご飯みんな食べてやったの。呆れたわね、まあ。何かあった？これが効くんですって。何？何の薬？頭痛よ。なんだ、お腹んだったらもらおうと思ったんだけど。嫌だよ。じゃあ私行ってくるわ。大変ね、今日は何箇所もあるの？
田舎者の方がいいな。僕なんか東京の人間より田舎の人の方が好きだ。あんなとこで働くようになっちゃいけませんよ。はったりとったら忙しいわね。板かなんかでいつでも使えるやつをこしらえたくていいんだよ。誰が帰ったの？俺だよ。ちょっと前もんだろ。なんだか変ね。キューって字違ってやしない？違ってやしないよ。女級のキューってんだから女変に。あれだろ？そうだったかしら。小川さんが聞いてくれるって言ったところ、いつ返事があるの？わからない。二つあったのよ。だけど一つはダメだったの。何でももう少し若い人が欲しいんですって。でも、もう一つ残ってるわけなのね。だけど、それもどうだかわかんないわ。そんな悲観することないわ。ちゅうちゃん、どこ行くの？私、ちょっとお買い物してくるわ。行ってらっしゃい。何してんの？やった。どっかいいとこあった？いいえ。僕の方ね、聞いてみたんだけど、もう採用するものが決まってるんだってさ。すいませんでした。まだ心当たりもあるし、がっかりすることはないだろ。田舎に帰るのは嫌です。仕事の見つかるまでやっぱり女給さんでもなんより仕方ないと思うんですけど、いいでも女給さんなんていけないでしょうか。そんなことはないよ。女給さんだってしっかりした人はいると思うし、そりゃその人の気持ちさえしっかりすればなんでもないです。軽蔑なさらない？それはその人によってだな。会ってもお話ししてくださる？それはもちろんさ。でも僕の身分じゃカフェはあまり行けないけど。あんなとこあんまりいらっしゃらない方がいいのね。千代さんってのはなかなかいい子じゃないか。ピッチャーとどっちがいいですかね。バカ、それだ。ちゅうちゃんもだいぶお客さんに慣れてきたよね。でもまだなんだか変だわ。そりゃまだなんかって一月にもならないんだもんね。こんなことしてたらこのままになっちゃうのかしら。そんなことありゃしない。いい仕事さえ見つかったらさっさと帰っちまえばいいんだから。小川さんも心配して探してくれてんのよ。小川さんって言えばこのとこ毎晩来るようじゃないの。だいぶ千代ちゃんに来てるよね。まあ千代ちゃんも好きなんでしょ。いいわ、あの人なら。ねえしげちゃん、小川さん月給どのくらい取ってんのかしら。
ら、変なこと聞くのね。いよいよおかしいわよ。だって、ここんとこ毎晩でしょ。心配？お安くないわよ。ねえ、小川さん、あんたに何とか言ったの？何とかって？ねえ、結婚しようとか何とかってさ。そんなこと。でもね、この間言ってたわ。ひよちゃんのような人、お嫁さんにしたいって。まあ、ぶつわよ。でも、気をつけなくちゃいけないわ。ええ。マロ、おい、マロ、おい。出てけ、キショ、出てけ。おい、なんだってんだ、よさないか、おい、よさないか、おい。知らん顔してない、いい気になりやがって。よせ、よせ。あんたもあんただ、悔しい。おい、逃げろ、逃げろ、逃げろ。喧嘩ですよね。逃げろ、逃げろ。いやだね。どうしましょう。怖いわ。みっちゃん見たかったね。何しろ大した騒ぎだったのよ。いや、みっちゃんの顔もこの店じゃ見られないってわけだね。だけどね、この勝負どっちに軍配上がるか面白いわね。いくらかかけるか。いいわね。ちゃんっていい子だね。呼ばない？およしなさいよ。すぐあれだからね。出てきたら何か思ってやるで。そう？およしなさいよ。ふさちゃったら嫌ね。ねえ、寂しいけど、あんまりいらっしゃらない方がいいわ。どうして？だって、あんまりお金使ったりして。大丈夫だよ。お金のあるうちだけ、つよちゃんの顔を産んでみとくんだよ。嬉しいけど。話しながらこんなに飲んじゃったわ。なんともない。うん、少しぼーっとしてきたわ。でもなんだかいい気持ちね。ね、さっきね、しげちゃんに話したのよ。何を？お母さんのこと。なんて？ね、恥ずかしいわ。何さ？いいのよ。お酒上がる？ああ、持ってきてくれ。ねえ、お清さん。言いなさいよ。夫婦になりましょうね。帰ったらお家を探しましょうね。アパートでもいいけど、でもやっぱりどんな小さな家でも一軒借りた方が落ち着くわね。ねえ、どうかなさったの？うん、どうもしですね。なんだかご機嫌が悪いようで心配だわ。なんでもないんだよ。この次の駅で降りよう。あら、どうして？自動車で行くんだ。その方が気持ちがいいよ。だって、切符もらうわ。切符もらいいよ。それに、ずっと汽車で行ったって、降りてからどうせ自動車に乗るんだもん。そう？前の方にいるんだよ。随分探したぜ。僕も迎えに行こうと思ったところなんだ。やっぱり面倒だからこのまま行っちゃう。本当にその方がいいわ。お店のふさちゃんやしげちゃん、とっても羨ましがってたわ。
私もこんなに幸福になれるとは思わなかったの。そうか、千代ちゃん、そうだったのか。ご愁傷様ね。それほどでもないけどさ。なんて言ってがっかりした顔してるくせにさ。だが、あの男とそんな仲だったとは知らなかったね。しげちゃん、ちょっと。ねえ、しげちゃん、千代ちゃんのあの人、小川さんって言ったわね。ええ、出てきてよ。そうだそうです。いつ頃から来てたんだね。いつ頃だったかしら。4月頃だったと思うけど、はっきり覚えてないわ。毎晩のように来ていたのかね。初めのうちはそうでもありませんでしたけど、近頃ほとんど毎晩でした。じゃあまあ君はちょっとあっち行っててくれないか。どうしたんでしょう。刑事が来て小川さんのこと聞いてんだよ。小川さんのこと。なんでしょう。はい。のお泊まりでございますが、3円、4円、5円となっておりますが。一番上等のに頼む。はい。今晩のお食事は？食べてきたんだけど。ねえ、何か食べる？私、たくさん。ビールと何かつまむんだけくんないか。はい。お客さんたくさんあるの？はあ、だいぶご滞在の方がございます。そう。ではどうぞお風呂へ。ねえ、宿賃もっと安い方でよかったのに。いいさ、うんと贅沢しちゃうよ。だって二度とない楽しい旅行だもの。嬉しいけど、でも帰ってからだっていろいろお金のいることもあるし。あとはあとだよ。そんなこと心配しないで、君もうんと楽しく遊ぶことを考えなくちゃいけないよ。ええ。ねえ、でも帰ったら本当に契約しましょうね。私いろんなこと考えてんのよ。あなたの身の回りのものや、お家のいろんな道具を揃えることや、それから今に赤ちゃんでも生まれたら。そうだ、本当に契約しなくちゃいけないね。どんな契約した生活だって、二人が愛し合ってればきっと幸福だわね。私、10年も20年も先のことを考えてるの。楽しみだわ。きっと幸福な家庭になるわね。ああ。ねえ、いつまでも愛してくれるわね。あと聞かなくたって分かってるじゃないか。嬉しいわ。ちょっと来てごらんなさい。綺麗だわ。生まれたうちも近所もすっかり変わっちゃって、どこがどうだったんだかわからないようになっちゃってるんだからな。そうね。ねえ、うちを持って落ち着いたら一度国へ一緒に行ってね。お父さんやお母さんどんなに喜ぶでしょう。
したくて断るんだ。あら、どうして？この宿どうも気に入らないんだ。この先にいいところがあるんだよ。だっていいんだ、早くしたくて。とても感じのいい宿屋だったんだけど。だけど僕は何だか気に入らないんだ。どうかなさったの？顔色が悪くてよ。うん、なんでもないよ。止めて、止めて。千代ちゃん、
千代ちゃん。どうしたの？うなされて。夢だったのね。怖かったわ。とても変な声出してたわよ。そう？千代ちゃん、ゆうべはどうしてあんなに飲んだの？あら、そんなに飲んだ？いやだよ。知らないの？そう言われれば、なんだかぼんやりわかるようだけど。小川さんに継がれていくらでも飲んでたじゃないの。そしてお店に寝ちゃってさ。あら、そう？小川さん、どうして？呆れてたわよ。あら。嘘よ。心配してたわ。だけどあんまりお酒飲んじゃダメよ。ええ。ここへ寝たのちっとも覚えてないのよ。厄介かけたわ。なんて私も時々やらかすんだけど。ねえ、小川さん、飽きりゃしなかったかしら。そんなことないけど。でも、小川さんも来ないかもしれないわ。あら、どうして？なんだか仙台の方へ転勤するんですって。あら。昨夜そう言ってた？前から分かってたんだけど、寂しいから言わなかったんですって。もらった手当をね、みんなここの家で使っちゃうんだって、ゆうべも随分ごちそうしてくれたわ。栄転なんですってさ。ねえ、しげちゃん、私お店出て変わった？何が？いけない女に見える？どうしたのさ。そんなことありゃしないよ。そう。どうしてさ。おはよう。誰？ちゅうちゃん。いるわよ。ちゅうちゃん、小川さんが会いたいんだって。おはよう。ちょっと話したいことがあるんだけど。千代ちゃん、こんなに早く悪かったけど、お別れしていこうと思って。聞きましたわ。東京離れたくないんだけど、まあ、栄転みたいなもんなんでね。結構ですわ。気をつけてね。そして、なんかいい仕事があったら、こんなとこ早く辞めた方がいいな。え。ところ書いておいたんだけど、もし手紙でもくれるんだったら。じゃあ、さよなら。さよなら、お大事に。何だって？うん、何でもないの。ね、今日は仕事の気出てるかしら。出てるわよ。今日はたくさん出てるわよ。天気はいいし。元気で探すわ。